はい、YouTube 皆さんこんにちは、アニマルランドにようこそ。今回ですね、紹介するものはこちらなんですけど、ゴレックスさんの製品になります。ですね、今回、レビューで、ご提供いただいております。でね、何かというと、メンテナンスするときにね使うやつです。じゃじゃじゃん。はい、こちら、はい、デジタルのトルクレンチです。こちらなんですけど、視聴者さんから、ぜひ、紹介してほしいっていう、リクエストが多かったので、今回レビューすることになりました。はいね、デジタルのトルクレンチで、こちらアマゾンで 12,900円ね。デジタルでこの値段ってね、なかなかないと思います。非常に安くていいんですよね。で、ついてるね、ビットとか、なかなかいいんですよ。もちろんね、自転車というものを意識してるんで、15センチやな。どんなでかいよって感じ。あ、これか。15ミリ。ね。大体15ミリが、まあ一番大きいかなぐらいの感じですけど、15ミリのやつがついてるタイプです。はい。15ミリからずらずらっと、何ミリまであんな？これ何ミリ？書いてないか？これ何ミリだ？これのサイズ、ちょっとこの下にね、ザーって書いていきます。これね、はい、こんな感じですよ。はい、こういう感じ。もちろんね、トルクスもあります。トルクスもこんな感じでね、ありますよ。で、六角電池ねもあります。そんな感じで、こういう感じでね、ザーザーってあります。はい。で、これ、このタイプ、ここね、この形なんで、もちろんね、15ミリとかこうやってパチンと、これ後ろ押すんですけど、後ろ押すとこうやって取れるタイプ、後ろ押してカチャって入れる。まあ15ミリとかいいですよね。だけど、これは何だろう。これが、あ、こいつがさっきのか、書いてなかったやつ。ああ、はいはいはい。あ、確かにこれだけちょっとここが作りが違うわ。こういう止め用のやつなんだ。あ、なるほど、これ用のやつがついてんのね。あ、いいじゃんね、これで使える。うん、そう。だから、よいしょ、つける方向間違えましたね。この穴、このね、ここにポコって出てくるでしょ、ポコって。こいつを、ここの、ほら、ここ穴開いてるじゃない。これに合わせないでつけると、はまるのははまるよ。だけど、スポッと抜けます。なんで、合わせて、この、穴の位置と、これは合わせて入れると抜けなくなります。はい。この状態で。でね、もちろん、これトルクレンチなんだけど、あ、これ逆さまだった。トルクレンチなんだけど、なぜかプラスドライバーがついてます。こう、なんですかね、プラスドライバーでトルク測るってちょっとね、やったことないんだけど、まあ確かにね、必要は必要だよね。で、もちろんこの細い、これ何ミリだ、あ、3ミリか。六角は3ミリがあります。でね、3ミリでこのしっかりしたトルクレンチだと、多分もう一回ギュッてやったらボリボリって壊しちゃうと思います。だからね、トルク見ながらこう、そーっとやるんでしょうね。はい。このデジタルメーターの使い方、ちょっとね、どうやってやるのかやってみようと思います。はい。はい、やっぱりね、トルクレンチ使うのに気になるところってね、やっぱりカーボンのところを使ってる部分ですよね。
でカーボンのとこ使ってるところをちょっと締めてみたいと思います。で、スイッチパチ、はい、C のとこ押しますね。こういう感じで85ってまず出ました。これは目安なのかな。あ、なんか表示が変えられますね。あ、これ単位が変えられます。単位がいくつか変えられて、で、通常はこうかな。で使い始めると C5、 今 3.8 ですね。はい、じゃあ4ぐらいまで締めてみましょうか。4、はい、こういうふうに見ながら締めるタイプです。よくある4にしたいなって4って設定しといて、ギューってやるとピピピーって書いて音が変わるタイプじゃないです。はい、なんでね、これ 見てやんないといけないんですよ、こうやってね。じゃあこれさ、はい、一回クリアするよ。これ向こう側やるときね、すごい見にくい場所とかあったときってこれ見えないよね。これ今 いくつで締めてるのか分かんない、怖いよね。で見てみると、はい、これ 5.9 って出てるでしょね。で今締めた強さが分かる。だから見えないとこでもこうとこう何気にしながら気にしながらやっていけば大丈夫ね。 4.4。 じゃあ他のところもやってみよう。ここはね5にしておきましょう。はい、5でストップです。はい、そうするとこういうふうに今 5.5 って出てますけど、こんな感じ。はい、こうやってやることができます。だけどここね、ここ今からここやってみますけど、ここはさすがにね見れない。こここうやってできないもん。こうやってやると暗いから見えないんで、はい、力入れてみて 8.7、 まあこんなもんでいいんじゃない、もうこれで、うん、こういう感じでね確認しながらやることができます。はい、これねちょっとこれ反対にも回してみましょうか。反対に回すとどうなるんだろう。反対でもこれ動くのかな。あ、動きますね。反対でも出ますよ。はい、反対にも出るのっていいですよね。逆ネジのとことかにも使えるんで非常にありがたいです。すごい使いやすいんじゃないですか。逆にこう僕ねデジタルのやつでうざいのは、今から7にしますとかこういくつにしますっていうのをやたら変えないといけない。アナログのやつでもそうだけど、こうやって変えないといけないじゃないですか。だったらもう針のやつでいいよとか言って、針になっててぐゆーっとこうなるやつそれでいいやとかって思っちゃうんですけどね。これだとその針でやるやつと同じ感覚ですよね。だからぎゅーってやって見ながらやる、そういう感じですね。だからうざい作業がなくていいかなっていうそこは僕好きですね、うん、はい、そんな感じです。はい、こちらなんですけど、一番小さいトルクは3、最大トルクが85まで測れます。85ってそもそもこう何、85って力出せるかなぐらいの感じはしますけどね。だいたい20とか20いくつとかいうだけでおおおおおっていう感じになりますよね。ねえ、それぐらいなんで、なかなかね85を出せっていうのはこの長さだったら出せんのかな。うん、ちょっとね多分やる機会はないかもしれない。85って、あ、それでこれを押した瞬間85って出るんだ。うーん、面白いね。はい、ではね
こちらのね、トルクレンチ、重さちょっと測ってみようと思います。まあこれ持って走ることはないと思うんですけど、 391g ね、はい、これだけでそんだけ重たいです。これ持って走ったらね、そりゃね遅くなりそうぐらいのそんな感じの重さですけど、まあこれ持って走ることはないと思いますね。まあ、あって車に積んどくかなぐらいの感じですかね。はい。いや、いいですね。うん。デジタルで見れるっていうのはいいね、やっぱり。まあ、アナログはアナログの良さはあるけどね。うん。まあ、この辺はね、好みが分かれるんじゃないでしょうか。はい。皆さんはいかがですか？ね、いろんなタイプがあります。その中で、そんな中でね、ゴリックスの、このトルクレンチ、紹介させていただきました。はい、今回はですね、これで終わろうと思います。今回の動画ね、面白かったな、参考になったなって方は、ぜひグッドマークよろしくお願いします。チャンネル登録まだの方、よろしくお願いします。では、バイバーイ。アニマルランドでは他にもいろんな動画、こんなのやこんなの配信しています。チャンネル登録はこちらまで、ぜひよろしくお願いします。